予想外のことというのは楽しいもの。
さ、悪くない攻撃だ。せい。と、ここより登る。子供たちの歌声が聞こえる。滅ぼしたち。
権限。満天の星は貫く。みんなは俺が守る。これが運命です。星と深淵、無事今日の依頼。この間同点についてのご…Thank you.
権限はっ、いや、はっ、ずぶと、た、ずぶふと、炭になるがいい。行くぞ。運命の距離よし、ふぅ、キャックス、はっ、た、予想外のことというのは楽しいものだ。私に報告か？うん、聞こう。いや、これが海山を滅ぼした力だ。瞬間の喜びを覚えておこう。Thank you.
やはりダメだったか。そうなの、リネットは。チオリやシャルロットはどうだ。彼女たちになら任せられると思う。聞いてみたんだけど、二人とも最近忙しくて時間がないんだって。うちのメンバーたちには数日ゆっくり休んでって言ったばかりだから、みんなに声をかけるのも気が引けて。困ったな。よっ、ナビア、クロリンで。あら、相棒とパイモン。やっ、ナビ。あ、ああ、チャンスだ。お前ら、なん、そうなの、大げさ。いや、全然大げさ。旅人、ファントム。なんだって。フォンテーヌのテーブルトークシアタークラブが出したテーブルトークシアターゲーム。私もクロリンでも。だからこれは私有段階に。ストップストップ。私、とにかくこのシナリオには。あんたもそう思うでしょ。でもオイラと旅人って二人だけ。問題ない。どうする。よかった。よし、じゃあ早速シナリオ担当を呼んでくる。シナリオ担当。このシナリオに合わせクラブは新しい遊び方。最初進行役であるゲームマスターが持って、さらに、おあなたたちと一緒に。他のみんなは。ああ、焦らず足元に気をつけてな。もう子供扱いしないでってば。うーん、さ、はあ、今回は普通の技能を習得してくれ。待たせたな。おや、戻ってきたのかい。あれ、旅人にパイモン。驚いたよ。一緒リネ、それにフリ。僕はあくまでプレイヤーとして参加するのは初めて。僕はメンバーじゃない。興味が終わりなら紹介しましょう。それは今回のクロリンではよく。クロリンデさんはクラブ屈指のベテランゲー。ああ、ただの趣味だ。そうだったのか。面白い冗談だ。プレイヤーを困らせたりしない。仕事とプライベートは別だ。しかしプライベート。嘘だろ。君とあんなに長く一緒にいたけど一度も泣いてるとこなんか。あれは全て。そうだった。泣いているところ。いやいやいや。みんなただいま。紹介するね。こっち皆さん、よろしくな。ああ、いえ。大変な仕事だ。大したことではありません。プレイヤー、それでは、今回のシナリオは。はい、全く彼らに関するもん。詳細はまた皆。ああ、私もや。さて。いいでしょう。あなた方の決意に満ちた眼差しは確かなもののようです。ストーリーの流れに合わせて特定のシーンに向かうというわけかい。斬新なアイデアだね。それで手紙の内容は。第一段階のシーンの具体。みな、忘れ物がないよう。よし。安定か。もう行動が成功する。お菓子とお茶も
自由に食べたり飲んだりしていいの？手紙にはそう。いいね、まるで友達とのパーティー。じゃあこバイモンはファントムハ、お菓子ハンターバイモンさんじゃん。おいしいお菓子ならどんでも、お菓子以上にもの。そうですね。ではみな、簡単な記入、今回のシナリオで。お、なかなかいい。それと職業のおかげで、あなたたちは最初から高い剣術と格闘の技能を持っている。そこにリソースを割く必要。剣術では、パイモンと旅人は1枚のキャラカードを使うか、ファントムハンターとその精霊の助手ということで。あんたたち名前というのは。はい、別に本名を使ってもいいよ。新しい。おお、自分の名前で別の人生を体験するということかい。悪くなさそうだ。なら僕もリネにしようかな。次は技能の欄だ。じゃあまずは情報収集。じゃあ僕たちもこの技能を取っ。そうとは限りません。例えば僕は潜入と器用を習得するとしましょう。万が一。そこまで考えて選んでいくのか。そうだな、じゃあ僕は芸術。最後はオイラたちだな。お前らしいな。料理が。みんなが決闘する。この二つの。どれどれ。結構オーソドックスなのを選ん。また難題が出されそうな予感。例えば僕もさっき。ファントムハンターに召喚されるのってどんなせい。まあよし。皆のキャラクターも大体固まったこと。初めてテーブ本気モード。ん？テーブルトークシアターのストーリーは、プレイヤーの選択肢や技能、もし行動がし本気モードを選んだ場合は技能、もちろんイージーモードを選択していただいても構いません。そうすると行動はデフォルトで成功と判定されます。僕は。そんな心配しなくていいのに。何が起こるかわからない。わかりました。相棒はどっちがいい？本当にいいんだな。うん。判定結果どうかな。大丈夫大丈夫。ところでどうして1日目は海辺なんだい？それは遥か昔、やがて。ファントムハンターであるあなたは、とある依頼の手紙に書か、あなたは不当の目があった瞬間、あなたたちは理解した。みんな、ファ、一緒に行動するのはどう？何かあれば、お互い助け合うこともできるでしょ？ああ、も、僕はリネ。みんな、自分のキャラカードを説、僕はフリー。それも素敵じゃない。頑張って、フリーナ。その調子よ。オイラはパイ。子供の頃から歓迎するよ。あなたたちは頼もしきファ王都の外には魔物が。さっきから思ってたんだけど、多分王国の。しかし手紙の内容を。すると、じゃあまいいね。改めて町を見渡すと、すぐ近くに酒場を見つけた。ちょうど営業中のようだ。とりあえずあそこに行って聞いてみるの。酒場には素朴な服を着た女性がいた。彼女は眉を潜めている。どうやら何かを憂いているようだ。こんにちは、美しい。あら、こんにちは。シナリオに登場するすべてのキャラクターは多かれ少なかれ役に立つ情報を持ってるらしい。まあまあ。おいしいものを食べる。君。ああ、いえ、遠慮しておくわ。甘いものに興味がなくてあんまり笑わち。
この人今舌打ちしなかった？多分クロリンデの心の声。このままじゃ何も進まないぞ。本気なのか？ではやった。みんなに注目される中、あなたは黙々と鍋を用意し火を起こした。あなたが食材を切り、慣れた手つきしばらくすると鍋から香ばし食べてみて。わあ、すごっ。なんだこれ。ありがとう。はあ、美味しいものは本当に。それで、はあ、最近魔物が現れたのか。さあ、じゃあ魔物を討伐するためにどこへ行ったのかは知ってるかい？いえ。ありがとうございます。ありがとう。きっとご主人を見つけるから心配しないで。ポジティブに考えましょう。笑顔でいいしら。天気は決められないけど朝食時が頑張ってみるわ。女性に別れを告げ、あなたたちは町の奥へと進んでいった。閑散とした町の通りで、あなたたちとすれ違ったある老婦人は首を横に振りながら空っぽの財布をしまった。商人の男は両腕を抱え、瞳に軽蔑をたたえている。目の前の光景を見慣れているらしかった。あんまり友好的には見えないけど。あの、こんにちは。いくら払う？これでどうかな。あん？玉ねぎは。お前さんに何がわか。うっ、気が荒。でも何か情報を握って。おじさん、もし何か知ってるなら教えてちょうだい。魔物たちが町にある。そんな。もしかしたら。それはき、もういいだ。笑顔でいれば。人の多そうなところに行ってみるか。それじゃあ町の広場とかどうかしら。ついてきてちょうだい。もう少し行けば町の広場だ。一人の青年がうつむいたまま焦ったように歩き回っている。青年はあなたたちに気づいていないようだ。なんだか情報を聞き出せそうだ。僕がやってみるよ。こんにちは。何かお困りかな？待て。僕は。君、僕たちのことを。ああそうだ、まさか本ここで言った。はあ、でも魔物の封印が弱ったのか、それとも邪悪な魔法使いの暗躍。王国の兵力。兵力が足りないというより衛兵。僕みたいに若い世代の人間は魔物なんて見たこともなかったのに、ましてや倒すなんてできるわけがない。それどころか多くの人はすでにファントムハンターの時代を忘れてしまっている。でも僕、正直言うとこうしてあなたたちと会うまではファントムハンターなんてただの伝説なんじゃないかって疑ってたんだ。それなら安心してちょうだい。今あんたの目の前にいるのは強くて正義。あなたたちの毅然とした態度を見て男はほっとしたようだった。
感動のためか今にも泣きそうな表情をしている。手伝うには魔物の場所を知らないとね。何か心当たりはあるかい？町の外が危険だと聞いただけで具体的な場所はわからないんだ。町の門を出て。そうなの？ああ、気をつけて。彼らは魔物と優しかった大臣も。うちにも外に。なんだかかわいそう。なんでもかん。お気持ちはありがとう。とにかく。得た情報を照らし合わせると、僕の理解が正しければ、この王国は解決すべき問題を2つ抱えているってことだよね。はい。選択の時がちょうどいい機会だ。ところでこのシナリオは歴史を参考。完全にそうだ。ネタバレなしならオイラも聞きたいぞ。いや、ファントムハンターは皆普通の戦士だ。え？理論上はそうなるだろう。厳しい。ただ大半の人は基礎を学ぶ段階で諦める。その魔物って具体的に。フォンテーヌには勝っ。レムリアのとある魔法使いは。ストップストップ、それってまさか推理に関わりそうな部分について。そんなにも師匠に押し。君は知ってるの？うん。話が逸れてしまった。本題に戻ろう。とにかく戦士たちは水神エゲリアの呼びかけに応え、カッシオドルの指揮のもと魔物と戦った。彼らは後にファントムハンターと呼ばれるようになった。平和な時代が訪れるとファントムハンターの仕事は次第に減っていった。なるほど。だから出てきた人々もファントムハンターの存在を忘れてたり、伝説の人物だと思ってたりしたわけだ。それも悪いとは言い。まあそれは人に。調査といえばまずはどっちの調査をする？僕は魔物に。僕もフリーナ様。相棒はどう思う？よし、じゃあ決まりね。数人のファン。じゃあ依頼人に言われた通りこの辺り。待て、お前ら。うわぁ、で、誰だ？鎧を着た男がこちらに向かって歩いてきた。その強い眼差しとたくましい体からするとおそらく百戦錬磨のものなのだろう。しかし俺は衛兵。ここに来た目的を正直に言え。さもなくば全員。こんな風に不審者扱いされるのも久々だな。何をブツブツ言ってる。ファントムハンター。子供騙しのような話を俺が信医学の知識がある。私は医者。図星を刺されて男は微妙な表情をしたが、やがて我慢をやめ、おとなしく足を上げてあなたに見せた。あなたの言う通りに特効薬を治すとだいぶ良くなった。いいだろう。あんたらは本当に伝説のファントムハンターなのかもしれん。少なくともあんたらは傷を。魔物がどこに。彼は魔物が現れ。新米衛兵。落ち着いて。その言葉を聞いあの魔物たち。衛兵たちが。衛兵隊長は魔物が出たのはこの先だって言ってたよな。早く行こうぜ。間に合うといいんだけど。道の途中であなたたちは衛兵らしき人たちが道端に倒れているのを見かけた。皆一様に恐怖と絶望に満ちた表情を浮かべている。無意味に叫んだり怒鳴ったりする者もいる。どうやら見たものを頭から追い出そうとしているようだ。倒れていた負傷者たちが信じられないといった表情であなたたちを見上げた。そして彼らは叫んだ。
ここから逃げろ。絶対に振り返るな。今頃何してるのかな。きっと僕のことが恋しくてしょうがないだろうね。辺りにはそのすべてがここで激しい戦いが繰り広げられたことを示唆していた。みんな気をつけて。魔物たちはまだ言い終わらないうちに周囲の低木からカサカサという音が聞こえてきた。魔物が姿を魔物たちがあなたたち、うん、助けてくれ。オイラを食べないでくれ。そして戦闘が始まった。次の戦闘を開始する。やっほー。せっ、堂々不意打ち。魔物は恐ろしい方向を上げ、怒りと悔しさの執念と共に消えていった。はぁ、やっと終わった。ファントムハンターの戦闘技能ポイントが高くて助かった。でなきゃもっと手こずってたかもね。しかも戦闘のダメージまで運命判定カードで判定しなければならないなんて、運が悪ければ一巻の終わりじゃないか。運命の不確定性こそがまさにテーブルトークシアターの魅力の一つなのよ。勝利を祝おうとしたその時、あなたたちは地面にある怪しい突起に注意を引かれた。怪しい突起？もしかして毎回戦いが終わったら出てくるあれか。みんなは突起の前に鏡込んでじっくり観察し始めた。右手は手袋をしてるから触ってみてもいいよね。突き出ている部分は木でできている。先ほどまでは魔物の大きな体に遮られていたらしい。しかし魔物が倒す宝箱だ。やったあなたたちは力を合わせて土の中から木の箱を掘り出した。宝箱を開けるまでもなく、周りに散らばったモラと宝石はその中身が高価なものであることを示していた。苦労して手伝った甲斐があったな。早く開けてお宝を分け合おうぜ。パイモンの気持ちもわかるけど、でも冷静に考えたらこのお宝を僕たち以上に必要としてる人が他にいるんじゃないかな。そうね。王都の民はいろんな苦労の末に多くの負傷者を出した。このお宝はみんなに送るべきじゃない？え、そうなのか。ここで見つけた宝箱は全部オイラたちのものだと思ってたぞ。なんて言えばいいのかな。テトシア中はあらゆる行動がストーリー展開に影響する可能性があるのよ。でも民衆は僕たちの話を信じてくれるかな。ファントムハンターの身分を証明するのは難しいし、もしお金の出所が不明瞭だっていう理由で疑われたら。それは確かに問題だね。彼らを納得させる理由を用意しないと。そんなに面倒なことをするより、このお金でもっといい装備を買ってお腹いっぱい食べて悪い奴らをもっと倒した方がいいだろう。
どうやらまた難しい選択をする時が来たようだ。さて、今日はもう遅い。一旦ここまでにしよう。はあ、いつの間にかこんな時間まで遊んでたんだね。みんなと一緒にいるのが楽しすぎるからか、物語が面白すぎるからか、なんだかまだまだ遊び足りない気がするね。うんうん、なら今日はいっそのこと徹夜で遊びましょうよ。それはさすがにちょっと。僕もちょっと無理かな。帰りが遅すぎたらリネットに説教されちゃうよ。ナビアの気持ちはわかるが、残念ながら次の会場はここじゃない。え？もうシーンが変わるの？ああ、今日進めた分のシナリオの最後に、設置された建物の室内へ移動するようにと、ゲームマスターへの特別なヒントが残されている。へえ、さすがうちの最新シナリオ、かなり凝ってるのね。物語をちょっと聞くぐらいの時間ならまだあるんじゃないか。オイラ、クロリンデのファントムハンターの話をもっと聞きたいぞ。パイモンは残りのお菓子を食べ尽くしたいだけだろう。ついつい出たぞ。ただのものを食べきれないのはお金を払って食べるより辛いことなんだからな。それにクロリンデの師匠の話も気になるしな。ああ。大丈夫だ。気を使ってくれてありがとう。もう昔のことだ。話しても構わない。私は物心ついた時から師匠と一緒に暮らしていた。師匠の話では私は悪党の手から彼女に助けられたそうだ。実の両親はそれよりも前に私を残して去ってしまったらしい。お、重いプロローグだな。師匠は面白い人だった。ただ子供の世話があまり得意ではなかったのだろう。私の初めてのおもちゃは探検だった。おもちゃというより付きまとわれるのが嫌だったのか、腰につけていたものを外して暇つぶしにと渡してくれたんだ。子供に本物の剣を？そんなの危なすぎるだろう。手を怪我したりしなかったのか？もちろん怪我をしました。手のひらを切って血がダクダクと流れて。しかし師匠は心配も焦りもせずに私に説教しました。わかったでしょ、これが剣をしっかり握らなかった結果よ。師匠はそう言いながらかがみました。手当ての仕方を教えてあげるから手を出しなさい。手当が済んだら剣の握り方を教えるわ。失礼だけどクロリンデさん、その頃はいくつだったんだい？3歳だったかな、多分。3歳？フォークもうまく握れない年頃じゃないか。先ほども申し上げた通り、師匠は子供の面倒を見るのが苦手だったんです。何事も経験してみなければ、もはや。当時は特に問題だと思ってなかったし、子供だったから、それ以外の選択肢もなかった。ビショップをペットに？もっと危ないじゃない。師匠はあの時こう言った。5歳だ。負けました。じゃあペットになった。私も次第に理解していった。もしかすると師匠のおかげ。訓練の時は厳しかった。初めて会った時は。あの時は。でもその後あの頃は本当に楽しかった。結局正義の守護者20。ええ、あの頃申し訳。秩序を守らない。あれ、正義の。どっちも彼女。そのうち考える。師匠らしいですね。面白い方だ。私も師匠のような人になりたかった。強く。何か。師匠は私の10歳失踪。さあ
匠がどこに行ったのか。あの夜、私は数日経っても師匠は帰ってこない。パパは多分本当に何も。ああ、それ子猫がある程度育つと。クロリンで最初の頃はそうでしたが、今はもう大丈夫です。師匠は理由もなく姿を消したりはしないはず。きっとやるべきことがあったんでしょう。その後お前は師匠の背中を追いかけて、法律と正義の象徴フォンテーヌで一番強い決闘代理人になったんだな。師匠がこんクロリンデにそんな過去が。今までは知る機会があまりなかった。もしクロリンデの師匠が決闘代理人を務めていたら、あの二人も同じことを考え、うんうん、さあここまでにしましょう。つい話。そうだね。礼には及ばない。私からしたらシナリオね。5歳の時どうやってビシそうだな一いやいや一理も何も。僕もそろそビシャップと戦うテーブルトークし。冒険だ冒険。今さ燃えろ。水中玄関貫こう。揃ったようだな。始める前に前回いやいやスプは追加セッティングには随この場所を選んだのは残念ながら何はともあれもしファントムハうん私を見てもナビア。ああこれね当たり前。